まあ、あの前半の投手戦から言うとこれはかなり短いゲームかなと思いましたが、延長戦にもつれ込んだゲームでハイライトでご覧いただきます。バンデンハーグ、今シーズン初めて福岡ヤクオクドームマウンドに上がりました。立ち上がりご覧のように西川の見逃しの三振から始まって、今度にフォアボール出したんですが、中田をセンターフライに打ち取りました。一方の加藤ですが、2番の今宮にレフト前ヒットを打たれます。ただここを柳田をショートゴロ、ダブルプレー、3人で終わらせて、両チームの立ち上がりピッチャー0点に抑えて、2回の表ワンアウト1塁、松田空振り三振、明石セカンドフライ、後続を去っていきます。3回の表のバンデンパークはこの回中島空振り三振、西川のこのセカンドゴロ、川島のファインプレーがありました。この回その後松本ライトフライで三者凡退です。で4回の表ノーアウト1塁です。フォアボールのランナーです。バンデンハーグ4番中田ファーストフライ、レアード5番三振、田中健介センター前に落ちようかというボールをナイスプレー、柳田ノーヒットです。バンデンハーグ4回の裏、加藤、柳田センターフライ、内川ファーストフライ、デスパイネをフォアボールで歩かせますが、松田を空振りの三振に仕留めて攻めのピッチングが冴え渡ります。で7回の表に入るところですが、まあ、加藤のピッチングを見てみると、本当にあのおっしゃったように、はい、こう投げっぷりをして攻めてましたよね。そうですね、まあ、本当に素晴らしいピッチング内容でした。この回の先頭バッターの中田がツーベースを打つ、でゲアードが右中間にツーランホームラン、2試合連続のホームランでこれで2対0。でその裏ですが、ワンアウトからご覧のように松田空振り、明石の内野安打がありましたが、川島を空振りの三振で取って、2対0で8回の裏2アウト1塁から宮西が初球をホームランテラスに柳田に打たれます。同点ホームラン。9回の裏ワンアウトから増井から松田ヒットで出る、サヨナラのランナー出たんですが、明石が警察団、延長戦に入って、ま、延長の1回の表ツーアウト2塁1塁から中田のレフトへの今シーズン第1号のスリーランホームラン、これで5対2の勝ち越しで勝負あったと思ったんですよね、ここで。はい、そうですね。から1回の裏代打の本田内野安打、続く代打構成上林レフト線、これで一気に本田が帰ってくる、上林はツーベースで三塁まで送球の間に行きました。で今宮のこの当たり内野安打、これで4点目で1点差。その後柳田空振り三振で内川がセカンドフライで、結局はゲーム1点差ゲームになりました。逃げ切ったファイターズが連敗を